はい、皆さんこんにちは。今回は、チャット GPT 用のね、ちょっとアプリをね、アップシートというので作ってみたので紹介してみたいと思います。どういうものかっていうと、最近チャット GPT にカスタムインストラクション、これがついたので、これのね、オブジェクトを生成すると、要するにカスタムインストラクションに入れるやつね、この命令、これを自動生成するやつを作るやつをアップシートで作ってきました。はい。では早速やってみたいと思います。で、これアップシートのこのアイコンね、これタップして、はい、そうすると、はい、アプリがこう開きます。はい、今のちなみに画像もこれ AI で作ったものです。オブジェクトの追加で今例えばここに環境問題のプロフェッショナルっていうのを入れると、こういうふうに環境問題のこのオブジェクトをね、この専門家のオブジェクトを生成してくれるんですよ。で、さらにですね、この環境問題のこのプロフェッショナルですね、これを元にこの人が記事を、プロフェッショナル記事をこう書いて、自動的に書いてくれるというものです。ちょっと説明分かりづらいと思うので、作ってみますね。例えばもう簡単な例として、ここでプラスタップしてあげて、ここのところでオブジェクトタイプは料理人にしましょう。料理人。この抽象言語オブジェクトの定義っていうのは、落合陽一さんのね、論文に書いてあった作り方なんですけど、これを参考にしてます。で、料理人でこれセーブしてあげると、で、今この料理人ね、で、ここオブジェクトの定義っていうボタンをねタップすると、これで料理人のオブジェクトを生成してくれます。で、ここね、チャット GPT の4のね API 使ってるのでちょっと時間かかるんですけど、はい、これで生成してくれると思います。はい、出ました。はい、そうすると今ここにオブジェクトシェフというオブジェクトをね、これで生成してくれます。はい、こんな風に自動的にね、生成してくれると。はい、で、これを使って料理のレシピとかやると、本当にね、プロが作ったようなレシピを考えてくれるということなんです。はい、じゃあこれちょっと切り替えてね、今生成物とありますから、生成物をタップして、ここのところでプラスをしてね、タイトルとして美味しい夕飯の作り方で、オブジェクト ID としては料理人を選びます。はい、で、そしたらば指示ですね。指示はスーパーで一般的に売っている食材を元にして、今日の夕飯のレシピを教えてください、その作り方もお願いします。はい、これで今できました。はい、そうすると今この料理人オブジェクトがこの命令に従ってね、本当にプロパの顔負けのねレシピと料理の手順をね教えてくれるということなんで、はい、生成物と生成ですね。はい、これで、はい、これで成果物か、成果物の生成をタップします。はい、そうすると、はい、しばらく経つと、はい、できると思います。ちょっと待ちましょう。はい、できました。はい、そうすると今ここにね、はい、今日の夕飯のレシピということで、はい、このように、はい、スーパーで売っているもので、はい、作って、料理手順も本格的に作ってくれるということです。これね、オブジェクトを1回生成してから、このように命令するのと、そのまま命令するのでは全くね、このクオリティが違うので、このね、今オブジェクトの追加のところのこの料理人というね、このオブジェクトですね、これをカスタムインストラクションに入れてやると、非常に精度のいい生成物が出るということなんです。で、これ前にね、これアップシートのアプリの作り方やったんですけど、これどんな風に作るかというと、はい、こちらですね、今このスプレッドシートをこれ元にですね、はい、これアップシートというので、このようにデータベースを作ってあげて、それでメニューを作ってあげて、それでアクションと、それからオートメーションと、このボットを生成してあげるというような手順になってます。で、これ作ってみたいなって人は、YouTube のこのコメント欄にね、要望、教えてくださいっていうのがあったら、これのね、アップシートのね、講座を久しぶりにやりたいと思いますので、もし要望があったら、この作り方の解説をねしていきたいかなと思います。はい、今回は、アプリを作ってみたということでした。それではまた。じゃあの。